皆さんこんにちは、猫ひげガーデンのミヤです。本日は秋に植えたいとっておきの一年草をお届けします。今の花壇を作り始めて7年目なんですけど、当初はできれば宿根草のみで花壇を作りたいと思っていたんですけど、一年草っていうのは花壇をリセットしやすいですし、こぼれ種や種まきで簡単に増やせる品種がほとんどなので、今はかなり一年草も使うようになりました。それと春先の一年草に関して言えば、夏越しの心配がいらないですよね。千葉県で団地ですので、宿根草だとね、夏越しにかなり気を使わないといけないんですけど、一年草だと夏の前に潔く抜けるので気軽に育てることができるかなと思います。で、ね、この間の宿根草のようにベスト5をやろうと思ったんですけど、ちょっとね5種類に絞れなかったので、本日はベスト10でお送りしたいと思います。よかったらね最後までご覧ください。それではスタートします。はい、それでは10位、薄紅カノコ草です。これはね、学名がセントランサスマクロシフォンというようです。本来はね多年草なんですけど、こぼれ種ですごく増えるので、私は一年草扱いにしています。そんなに夏にめちゃくちゃ強いお花ではないので、無理にね夏越しさせるよりはね、こぼれ種でね簡単に翌春も咲くのでね。でこちらはね5月に咲いて、バラの時期にもねとても合います。このはっきりしたピンクがお庭でねすごく映えると思います。ブルーと合わせるとね、このブルーとねピンクのねコントラストもとても綺麗です。10個あるのでねサクサクとね進めたいと思います。はい、それでは第9位、忘れな草です。これはねもう有名なお花なので皆さんご存知と思います。これはね10年以上前に苗を買って育てていて、翌年こぼれ種で爆発的に増えてしまって、一時期ね嫌になっちゃったっていう経緯があるんですけど、また4年くらい前に植えてみたら、やっぱりねこのブルーがね春先すごく綺麗なんですよね。とてもね花壇でこのブルーが生えて、チューリップやねパンジーなんかとね一緒に植えつけておくと同時にね楽しめて、すごく素敵だと思います。簡単にこぼれ種で増えるので、種まきがね苦手な方にもおすすめです。続きまして第8位、シノグロッサムです。これもねバラの時期の5月に咲くので、バラの下草としておすすめです。そしてこれがこぼれ種で増えるんですけど、5月にお花が終わってこぼれた種が秋に開花するんですよね。今ね実際こんな感じで咲いてます。結構満開なんですよね今ね。でシノグロッサムは暑さには弱いんですけど、寒さには強いので、もしかしたらこのままね春まで咲き続けるのかもしれないですね。ちょっとその辺がねはっきり私もわからないんで、引き続きね見守っていきたいと思います。今うちはピンクしかなくて、ブルーはね先日ね花友さんに苗をもらったんですけど、彼女のお庭でもね今ブルーのシノグロッサムが咲いているので、やっぱり秋も咲くのかなって思います。もしねご存知の方がいらっしゃったら教えてください。はい、続きまして第7位、クレピスです。初めて見た時めちゃくちゃ可愛いなと思いました。これはね4月がメインで咲いて、バラの時期はね残念ながらね綿毛になってしまうんですよね。これをね種を取ろうとすると種を熟成させて置いておかないといけないので、この綺麗なバラの時期にカレカレのクレピスがいるとちょっとね浮いてしまうのでね、国花園さんでね88円でクレピスの種買えるんですよね。なのでね無理に種取りしなくてもいいかなと最近は思っています。このクレピスはホワイトもあって、今年国花園さんで白のクレピスの種を買ってまきました。よくね発芽しました。白はね苗を買ったことがあるんですけど、咲いてみたらピンクだったっていうことがあって、今回ね白いお花がね花壇で見れるのをとても楽しみにしています。続きましてね第6位、セリンセマヨールです。これはね3月ぐらいから咲いています。花姿がユニークなので
結構ね珍しがられますね。でこぼれ種でも出ます。種が大きいのでね採取も簡単ですし、取り巻きしてもね簡単に発芽します。ただねちょっと注意が必要なのが暑さ寒さに弱いということです。でこちら千葉県ですが、秋巻きしてポット内で野ざらしで越冬させようと思って全滅したという経験があります。なのでね団地でもね種まきをされる場合は外でも大丈夫なんですけど、軒下で管理した方がいいかなと思います。あとねこぼれ種で発芽した場合は当然野ざらしなのでね、これからね霜にも当たるんですけど、地温があるせいかポット苗だと全滅しても地の方が残っていたりします。なんですけどねこぼれ種でも注意点があって、株をね大きくしすぎると凍死してしまうことがあるので、程よいサイズで越冬させることが大切なんですよね。今実際こぼれ種で発芽していますけど、半分以上は寒さに耐えられなくてダメになってなっちゃうかなと思うんですけど、セリンセはね一株がねすごく大きく育つんですね。なのでね普通の花壇でしたらねそんなにいっぱい苗はねなくてもいいので、こぼれ種でね生き残った分だけあればね十分なのかなと思います。もちろんね私も保険でね取り巻きもして今ね発芽しています。第5位です。シレネ桜小町です。これねめちゃくちゃ可愛くないですか。儚げな薄いピンク色がね見ているだけで優しい気持ちにさせてくれますよね。これもねこぼれ種でいっぱい出るんですけど、桜小町を撒いても先祖狩りなのか濃いピンク色が咲いちゃうことがあります。桜小町もねうちの方でいう虫取りなでしこも学名はねシレネアルメリアみたいで、これはね色違いなんじゃないかなと思うんですよね。はっきり分からなくてすみません。もしお分かりの方がいたら教えてください。どちらも葉の付け根のあたりから粘着性の物質を出して茎がねベタベタするので、それでね虫取りなでしこって言われてるみたいなんですけど、食虫植物ではないそうです。これはねどちらか咲いてもね素敵なのでね、手に入ったらねぜひね育ててみたらいいんじゃないかなと思います。続きまして第4位、オンファロデスです。これはねシルバーリーフで白い小花がね本当に可愛いお花です。白い小花系のお花ってお庭にいくらあっても邪魔にならないですし、このオンファロデスは草丈が低いのでバラの下草にもすごくおすすめです。これはね10年以上前に種から育てて2年ぐらいはこぼれ種で出ていたんですけど、その後耐えてしまってからなかなか手に入らなくて、一昨年やっと苗が回ってきまして、それからはね種の採取も必ずするようにしています。こぼれ種も出ないことはないんですけど、他の一年草に比べたら少ないかなと思います。取り巻きではねかなり簡単に発芽させることができます。うちのねボーダーガーデンはね前どこかの動画でもお話ししたんですけど、30メートルあるので種まきがねすごく大切なんですよね。今年はねオンファロデスがねたくさん発芽したのでね大量に植えようかなと思ってます。第3位、エキウムブルーヘッダーです。以前はねエキウムブルガレという名前だったと思うんですけど、どうやらねブルーヘッダーが正式名称のようです。このブルーがね本当に綺麗なんですよ。でこのエキウムはね本当は宿根草だと思うんですけど、うちの方ではちょっと夏越しが難しいんですね。種でね簡単に出るので無理に夏越しさせないで一年草扱いにしています。ね、このエキウムなんですけどね一株でね大株になるので、これは絶対春のお庭に欠かせないと思うんですけど、去年はね例の台風のせいかねこぼれ種が全く出なくて採取もしてなかったので、今年はね花壇にこのエキウムがなかったので本当に寂しかったです。で今年はね種がね手に入ったんですけど、ちょっとまだ巻いてないんですけどほとんど全部巻いたんですけど一部巻いてないのがあって、今から巻くのはね本当に遅いので、例えば卵パックとか穴を開けてね適度に湿度とね温度が保たれるので、これから巻く方は卵パックで巻くのがおすすめです。
簡単に保温できるものが園芸店に行くと売ってるのでね、そういうのを使うとねいいんじゃないかなと思います。それでですね、種がね手に入ったんですけど、今から撒くと開花はね再来年になってしまうかもしれないんですよね。エキムって1、2年草って言われてて、多分春のお花が終わったこぼれ種だと次の年咲くんですけど、今から撒いたんだともしかしたら開花は再来年になってしまうかもしれません。なのでね、また来年もね花壇にないかと思うと本当に寂しいんですけど、もしね苗が見つかればね一株でも購入したいなと思います。苗はね結構あるんじゃないかなと思うんですよ。とうちの方の田舎ではどうかわかんないんですけど、ジョイフル本田とかねあればいいですけどね。なのでね、もうこれからはねこぼれ種に頼らないでね、エキウモに関しては必ず採取をしようと思ってます。本当にね綺麗なお花なので、苗を見つけたらぜひ皆さんも育ててみてください。それでは第2位です、セントーレアブラックボール。こちらはねヤグルマギクのブラックです。ブラックといってもねよく見ると赤黒かなというブラックなんですけど、これはねガーデンでめちゃくちゃ引き立ちます。ブラックなのでねそこまで主張がないように見えるんですけど、草丈がね高くなって一株で大株になるんですね。で花数がかなり上がりますので、存在感は相当なものがあると思います。黒いお花好き女としてはもう絶対に欠かせないお花です。でね葉っぱがねシルバーがかってるんですね。葉っぱの色と花色のモノトーンのコントラストもね鑑賞価値がねとても高いかなと思います。これはねこぼれ種でも多少出るんですけど、取り巻きが確実かなと思います。ハッシュすればね一番に発芽するぐらい簡単に発芽するのでね、種巻き初心者さんにもねおすすめです。今年はね先祖帰りなのかブラックと言えないようなちょっと紫がかったお花が咲いてしまったので、種を購入し直しました。あとね種まきではね1割ぐらいねブルーが咲くことがあります。これはね購入した種でもそういうことがありました。いっぱいね苗ができちゃってお友達にあげたりすることもあるんですけど、あげたものに限ってねブルーが出たっていう話を聞いたりするので、こういうことってありますよね。なのでねブルーが咲くことがあるよっていうこともね、もしね差し上げたりするときはねお話ししといた方がいいかなと思います。はい、それではねいよいよ第1位になりました、ギリアレプタンサです。私はね玉咲きのお花が好きなんですよね。アリウムとかねまん丸いお花が好きなので、こうやって見てもどうですかね、もう最高じゃないですか。玉咲きのお花ってそんなにたくさんあるわけではないので、花姿でね変化をつけるのにもねとても良いかと思います。ガーデンではね例えばねキク科のいわゆるマーガレットみたいなお花ばっかりにするよりは、スラッと花穂が上がるサルビアやジキタリスを入れたり、グラス類やねカラーリーフ低木なんかを入れたりした方が立体的に変化が出てねガーデンがセンスアップすると思うのでね、そのためにもこういうね玉咲きのお花っていうのをね入れるのはとても重要かなと思ってます。ギリアはねこぼれ種でも出るんですけど、他の春咲きの一年草と比べたらね芽吹きがね遅いんですね。なのでもし出なかったらね私にとってはね一大事なので取り巻きもね必ずするようにしています。それではね春咲き一年草ベスト10は以上になります。他にもねオルレアとかニゲラとかシレネ系とか定番のね一年草もたくさんありますけど、それはまたね定番カテゴリーで別の機会にね動画にしてみようかなと思っています。他にも皆さんのおすすめの一年草がありましたらぜひコメント欄で教えてください。それでは今日の動画は以上になります。もしね少しでも良かったなと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録もまだの方はぜひ登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。